目でキャラ当て後半戦全15問スタートです。第1問、少し経つとヒントが出てきます。死にかけていた際にデンジと出会い、血を提供してもらう代わりにデンジと契約を交わしパートナーになる。答えはチェンソーの悪魔ポチタでした。第2問、デンジの先輩にあたるキツネの悪魔と契約している。答えは公安大麻特異四課所属のデビルハンター早川明でした。第3問、幽霊の悪魔と契約している秋の先輩にあたる人物。答えは公安大麻特異四課所属の古参デビルハンター姫野でした。第4問、契約している悪魔はナイフの悪魔、爪の悪魔、針の悪魔、自称最強のデビルハンター。答えはベテランのデビルハンター岸辺でした。第5問、直接触れた人間の寿命を吸い取り特殊な武器に変換する能力を持つ。答えは公安大麻特異四課所属天使の悪魔でした。第6問、姫野いわく実力不足だけどやる気は十分。答えは公安大麻特異四課所属の新米デビルハンター新井博一でした。第7問、かなりの甘党サムライソード一味による襲撃事件を生き延びるが直後に公安を辞職した。答えは公安大麻特異四課所属のデビルハンターエンでした。第8問、秋の元を訪れさらなる力として未来の悪魔を紹介した。京都公安大麻一課所属のデビルハンター天童美智子でした。第9問、
秋の先輩。答えは東京港湾タイマー二課所属のデビルハンターのもでした。第10問。デンジの護衛のためにデパートで待機していた狐の悪魔と契約している。答えは港湾タイマー2課所属のデビルハンター中村でした。第11問。蛇の悪魔と契約している侍ソードの心臓を刀の悪魔にした張本人。答えは元民間のデビルハンター沢渡茜でした。第12問。ある雨の日にデンジが出会った謎の少女。デンジに恋を寄せてるように見えるが点々点。答えは爆弾の悪魔レゼでした。第13問。岸辺の元バディであり始まりのデビルハンター。答えは中国から来日したデビルハンタークアンシでした。第14問。日本角でパワーと似ている。答えはクアンシの魔人角ありでした。第15問ラストです。ハロウィンとしか喋ることができない。答えはクアンシの魔人ゾンビでした。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。他にもアニメクイズあるのでまた見てね。バイバイ。